アマゾンに生息している恐ろしすぎる魚トップ5ランキング。5、ピラルク。豊かなアマゾンの生態系には多くの生物たちが生息しています。その中でもちょっと珍しい魚がピラルクです。この魚は世界一大きい淡水魚で、体長は3メートル以上にもなります。ピラルクは見た目とは違っておとなしい性格で、小魚を食べて生きているため、よく人間に捕食されてきました。そのため現在では個体数が減少し、ワシントン条約の保護動物に指定されています。おとなしいからといって油断は禁物です。ピラルクは身の危険を感じると勢いよく川から飛び出すことがあるのですが、この時に3メートル超の巨体でボートや人間に当たることがあります。するとボートの場合は転覆、人間の場合は重傷を負う危険性があるのです。とはいえアマゾン流域では祝いの席などで提供される高級料理になるので、未だに捕獲販売されているそうです。皆さんこんにちは。魚といえば鮭のバター焼きが一番好きなマインです。それでは続きをいってみよう。4、ヴァンパイアフィッシュ。動物を襲うアマゾン川の魚といえばピラニアが有名ですが、このピラニアを捕食するヴァンパイアフィッシュという魚がいます。体長は1メートル以上にもなり、下顎に長い牙を2本持っています。ちなみに自分に刺さってしまうのではと思いますよね。心配ご無用。上顎に穴があり、長い牙はその穴に収納されるようになっています。吸血鬼を想起させるような見た目のため、ヴァンパイアフィッシュというあだ名で呼ばれていますが、現地ではペーシュカシューロと呼ばれます。ポルトガル語で犬の魚という意味です。この長い牙で獲物に噛みつき、一度牙が刺されば外れることはありません。人間を襲うことはありませんが、誤って手などを噛まれる可能性はありますので、近づくのは危険です。3、淡水エイ。意外ですがエイの生態はサメに近く、大半が海に住んでいます。しかしながらごくわずかに淡水に生息するエイも存在しています。淡水に住むエイはタイやベトナムにも生息していますが、アマゾン流域にはとてもたくさんの種類のエイが生息しています。アマゾン淡水エイ科に属するアマゾン川のエイの全長は60センチ程度のものから2メートルくらいまで様々です。見た目も色や模様のバリエーションがあり、観賞用として日本にも輸入されています。気をつけなければいけないことは、淡水エイの尾の付け根には毒を持ったトゲがあり、それに刺されると呼吸困難や痙攣を起こすこともあるということです。また最近アマゾン上流で全長6メートルを超える巨大なエイが捕まったそうです。この大きさならボートを簡単に転覆させることができるでしょう。できればアマゾン川では遭遇したくない魚です。2、電気ウナギ。日本でウナギといえば土用の丑の日に食べるイメージですが、アマゾン川でウナギといえばこの電気ウナギです。日本で食べられているウナギの体長は1メートルに過ぎませんが、この電気ウナギは3メートル近くにまで成長する大きな魚です。しかもその名の通り、筋肉の細胞で発電する力を持っています。電気ウナギの体には数千個の発電板が並んでおり、これらの発電機関は体長の5分の4を占めています。その電圧は600ボルトから900ボルト。これは人間や動物に致命的なショックを与えるのに十分な電圧です。過去の記録には、水中から上がってきた電気ウナギの攻撃で馬が感電死したと記録されています。人間の場合でも水中で電気ウナギからの放電を受ければ
体の自由を失って溺れ死ぬ可能性があります。過去には心室細動を起こして亡くなったケースもあったそうです。この電気ウナギ、食べることもできるそうですが、日本のウナギと違ってほぼ脂身なので美味しくはないそうです。1. カンディル。カンディルは10センチ程度の小魚ですが、現地ではピラニアや淡水泳以上に恐れられている魚です。性格は獰猛で、自分より大きい魚のエラの中に入ってその肉を食べたり、泳いでいる魚に直接噛みついたりすることもあります。カンディルは通常他の魚が排出したアンモニアに反応してその魚を襲います。アンモニアは人間の尿にも含まれています。ですからこれに反応して人間に襲いかかってくることもあるのです。その時カンディルはアンモニアの発生源である尿道や肛門から体内に入っていくのです。体内に入ると吸血を行うため、とてつもない激痛が走ります。膀胱や腸など内臓にまで侵入されてしまうと感染症の恐れもあり、とても危険です。1981年、アマゾン川に停泊していたサントス号という船が沈没した時、乗客200名以上がカンディルに襲われ亡くなったという痛ましい事件も起きています。小さいながらもアマゾン川で最も危険な魚と言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。